フリードリヒビルヘルム・エルンスト・パウルスは、第二次世界大戦期のドイツの軍人、陸軍元帥。スターリングラードに包囲され、ソ連軍の捕虜になった。1890年、ドイツのヘッセン州ブライテナウの下級役人の家に生まれた。最初海軍将校を目指したが断られたため、1909年に、マールブルク大学で法学を学び始める。 しかし半年で大学士軍に志願、士官候補生として、ラシュタットの不評連隊に配属される。翌年少尉に任官。1912年、士官学校同期の極めて古い家柄の、ルーマニア貴族の妹と結婚する。パウルス夫妻は三次を設けた。ドイツの将軍や将校は、貴族階級の出身者が多く、貴族階級を示す本を持っていたが、 彼はそうではなかった。勤勉さを称され1913年に大隊長副官に任命される。第一次世界大戦では当初西部戦線に従軍。しかし、赤痢のため翌1915年まで入院していた。その後イタリア戦線、バルカン半島で従軍、さらに再び西部戦線に戻ってベルダンの戦いに従軍。その後再び、 ルーマニア戦線に同し、1917年にはイタリアで依存草の戦いに従軍、1918年の終戦時には西部戦線のフランドルにおり、階級も大尉にまで昇進していた。この対戦中の病気のため、彼は生涯病弱気味であった。また、旧鉄十字章を受章し、精鋭部隊に属していたことから、エリート意識が強くなった。 終戦後義勇軍に属し、ドイツ東部でポーランドとの国境紛争に従軍。しかし、そこでは人事担当で前線には出なかった。翌年バイマル共和国軍に採用される。翌年の右翼放棄であるカップ一機に同調したが、出世に影響はなかった。1924年に第13連隊で中隊長を務め、初めて部隊指揮官となる。 当時の中隊長の同僚に、機関銃中隊長、エルビン・ロンメルがいた。1931年まで、師団の戦術教官を務め、その能力が注目されるようになる。同年ベルリンの陸軍大学に移動し、戦術教官となる。そこで、ナチスの政権獲得を経験するが、彼がどういう姿勢だったかは、よくわかっていない。ただ、貴族出身の妻はナチスを嫌っていた。 1934年、第三自動車中隊長に補えされる。1935年、ドイツは再軍備を宣言、ドイツ国防軍の強化に乗り出す。これにはパウルスも賛成していた。同年大佐に昇進、自動車下部隊の参謀長となる。1939年初めに少将に昇進し、エイリーヒ・ヘプナーの第16軍団の参謀長に就任。 第二次世界大戦が始まった1939年9月、第十軍の参謀長となり、ポーランド侵攻やフランス侵攻で、バルター・フォン・ライヒエナウ上級大将の右腕として、優れた働きを見せた。1940年9月、陸軍総司令部参謀本部兵団部長に就任、バルター・フォン・ブラウヒッチュ陸軍総司令官、フランツ・ハルダー参謀総長に次いで、ナンバー3となった。 パウルスは、自身は、貴族ではない羊ながらも優れた才能と洗練された、礼儀作法を持っている点が、ヒトラーの共感を得ることになり、軍隊で昇進し得た理由の一つとなった。作戦会議でのパウルス1941年4月、ロンメル率いるドイツアフリカ軍団を特選のため来た、アフリカ及びイタリアに出張。その後、 ソビエト連邦へ進攻するバルバロッサ作戦の立案に参画。その作戦が実行に移され独ソ戦が始まった直後の8月、ウクライナの前線にライヒエナウ元帥を訪ねたが、そこで再び赤痢にかかっている。1942年1月総降兵大将に昇進。それと同時に、以前から良しミのあったライヒエナウ元帥が急死、その推薦により、 ライヒエナウが指揮していた第六軍の司令官に任命された。師団長も軍団長も経験したことのないパウルスの任命には異論もあった。前任者のライヒエナウが人頭指揮のタイプだったのに対し、パウルスの指揮はデスクワークと評された。就任して最初の命令はライヒエナウが下したソ連軍政事員の即決処刑命令の撤回だったが部下に無視された。 就任後の第二次ハリコフ攻防戦では、ソ連兵24万人を捕虜とする先行を挙げ、批判者を沈黙させた。ついで1942年夏、ブラウ作戦が発動され、第六軍はスターリングラードを包囲した。ヒトラーはこの都市の占領に固執し、完全占領を命令した。両軍は、熾烈な市街戦に兵力を継ぎ込んだが、ドイツ軍の補充は、 10月以降不十分であった。11月19日にソ連軍がウラヌス作戦で反撃に出た時点でドイツ軍は市街地の約90%を占領していた。パウルスは前線を保持できず包囲される可能性が高いので即座の行動の自由を求めたがヒトラーもマンシュタインも誰もすぐには回答しなかった。23日にはソ連軍の反抗部隊は カラチで手をつなぎ、第六軍など、約33万人が包囲されてしまった。24日には、空軍の空輸はやれると思う、という回答を当てにして、ヒトラーは、パウルスにボルガ川戦線の維持を命じた。1942年12月12日には、第六軍を救出するための、冬の嵐作戦が始まった。エイリッヒ・ホンマンシュタインによる、第六軍救出の試みは、 パウルスが参謀長のアルトゥール・シュミット少将に押される形で脱出作戦の実施について非現実的な様々な留保条件をつけそれをヒトラーが追認する形で拒否したため第六軍は脱出行動を起こすことなく失敗した赤軍に降伏した直後のパウルス後ろに続くのは参謀長アルトゥール・シュミット中将と 副官ビルヘルム・アダム大佐1943年1月上級大将に昇進。赤軍の攻勢を受けて何度か降伏許可を求めたパウルスに対してヒトラーは2月に救出作戦を行うと回答。しかし補給用飛行場も次々に失い、最後はパラシュート効果による補給しかなくなった第6軍に先はなかった。1月30日ヒトラーはパウルスを厳粋に 昇進させた。かつて、ドイツ軍の減衰で降伏した者は一人もおらず、その意味するところは、捕虜になるよりも自決せよということであった。しかしながら、クリスチャンのパウルスは、自決を拒み、1月31日、南部ポケットの将兵9万人とともに、ソ連軍に降伏した。パウルスは、ソ連の捕虜となった後は、ビルヘルムピークの説得を受け、 ナチスに対する強い批判者となって、ドイツ共産党の指導する自由ドイツ、国民委員会やドイツ商工同盟に名を連ねた。彼はスターリンに、ソ連にいるドイツ人捕虜からなるドイツ解放軍結成を申し出たが、反応はなかった。捕虜収容所にいるかつての部下たちの中には、この本心を意味嫌う者も,も多かった。ドイツが捕虜としていたスターリンの長男と、 捕虜交換する案がドイツから提示されたが、ソ連が拒否したため実現しなかった。ドイツにいた彼の妻子は1944年7月のヒトラー暗殺未遂事件後に逮捕され、ダッハウ強制収容所に送られた。ニュルンベルク裁判では、ナチスドイツの戦争犯罪を告発する検察側の証人として出廷した。その際収容所で重病になった妻に会う機会もなく、 彼女は1949年に死去した。講演するパウルス1953年、東ドイツの指導者、バルター・ウルブリヒトとの会見の後抑留から解放され、東ドイツに移住した。子供たちは西ドイツにおり、会うこともなかった。ドレスデンに豪邸を与えられ、ドイツ人民警察で選手研究室サミオの職にあったが、住宅はージにより監視されており、 かつての部下や戦友で近寄る者も,もなく、むしろ、ソ連軍に友人がいた。東西ドイツの再軍備反対運動などに参加していたが、ALS を患い、スターリングラードの戦士研究も半ばにして、1957年に死去した。軍隊令をもって埋葬された。ヒトラーへの追従により脱出の決断を下せず、兵士たちを救わなかったこと。 また多くの兵士が戦死したにもかかわらず自らは捕虜となって実決しなかったこと、その後ハンナチスへ転換したことなどから現在でも彼に対する歴史的評価は分かれている。ありがとうございます。